みなさん、こんにちは。しおりんちゃんのしほです。はい、というわけで、今回ですね、イオンに行ってた、イオンに行ってきて、買ってきたものを紹介してきていると思います。違うイオンなんですけど、これが、そうだね、先週。イオン A、これがイオン B。この前行ったとこと、その前に行ったところ。イオン A で買ってきたものと、イオン B で買ってきたもの。なんで A と B に例えてんの？はい、ということで、まず A から紹介していきます。 A は服で買います。服を買います。じゃあ服はさ、最後に着るからさ、雑貨からする。じゃあ B から、 B の雑貨から紹介します。はい、ちょっと雑貨はちっちゃい、ちっちゃいですね、なんですけど、こちらでね、何個買ったんだ、見ます。4個買いました。で、1つ目がこちら、プリクラを、あ、そうそうそう、取るじゃない、プリクラを飾るキーホルダー的な感じのやつです。今度やります。いや、今日やります。今日やります。この後ちょっとやります。次にこちらのピンです。これ赤の、赤ピンなんで、赤い洋服にこうやってやりたいと思います。でも今もね、ピンクちょっとやってみたら、やってみます。まあちょっとね、近々もう髪の毛切るので、早く切りたい。分かった分かった、明日切りに行って。もう前髪もさ、ほんと切るの怖くてね。なんか髪の毛をね、結びたく、あんまり学校とかで結びたがらない人なので、ね、ちょっと薄くなってる。結ばないでいくには長さが限界。薄くなってる。これでいいや、これでいきます。はい、じゃあ次、次はピンなんですけど、こちらのピンになります。待って、こちらのピンになります。こちらは今日の服に合うと思います。こっちがピンク色で、こっちが水色のピンになります。まあ、水色はね、リミちゃんにつけようかなと思って。リミ専用、これバッテンになってんでね、もう最初から。そう、もともとバッテンになってるんです。自分でするんじゃなくて、ちゃんともうバッテンになってるというね。そう、すごくない？優れものです。まあ、ずれないよね、バッテンが。 それもちょっとつけて。ついてない、ついてない。もう難しいかも。できました。ほら、可愛くない？かわいい。あ、これかわいくない？2個つけて。かわいい。かわいすぎる。あ、これいいんじゃない？あ、これかわいいかも、案外。もう一回見て。結んでちょっと、こっちは表面見て。ほら、ワンポイントにつけてもかわいい。あ、いいじゃん、これ。これいいね。これ買ってよかった。うん。これも買ってよかった。うん。で、これはリミのです。はい、リミちゃんです。じゃあ、プリクラちょっとやっちゃおうか。うん。あとはね、洋服なので、洋服もね、最後にまたまとめて。今回はね、ひまひまチャンネルさん、いわももチャンネルさん、ももかチャンネルさんと一緒に撮ったプリクラを使いたいと思います。いいじゃん、ひまちゃん、いわちゃん、ももかチャンネル。動画的に。あ、そっか、丁寧に言ってくれたのね。はい、いつもありがとうございます。あと、あの、ももちゃんもいます。ももちゃんもリミだけいない。いつもありがとうございます。あの、いちごのね、いちご飴、いちご飴って言ってもわかんないか。うん。なんか、あの、あるイベントに行った時に撮ったんだよね。そうなの。すみません、皆さん、みんなで写ってるのとか。友達とか。お友達のはちょっとね、写せないんですよね。この前最近ね、お友達とプリクラ撮ったんだよね、学校のお友達とね。本当はそれを貼りたいんだけど、3人で撮ったやつ。うん、そう。だけどちょっと動画的にそれ写せないので、あの、YouTuber のね、お友達と撮ったやつにしようとしたんだけど、それをもったいないと。ハサミを入れて切るのがもったいないと言い出しまして。これは絶対さ、撮っときたいのね、ちょっと。これ、ここの携帯のカバーに入れたいの。これをずっとね、持って歩きたいみたいなので、これはじゃあ切らないでおきます。じゃあ、しほりみで写ってるのならバンバン切らないんじゃない？バンバン切らない。しほりみです。最近撮ったのがいいな。夏休みに撮ったよね、これだ。旅行行った時。あ、いいじゃん、それ合う？大きさ的に。あ、大きさ的に合う。うん、じゃあそれにしよう。どれにしようかな。しほりみって同じだが2人ある、2枚あるんだよ。あ、そっか、リミも持ってんの。どれにしよう。これかな、これかな。さらに見せて、こんな感じです。リミと撮ったのはこれ。これ、あの、お盆のね、旅行に行った時。8月14日。どれがいいかね。これ可愛いんじゃない？これ。これ1枚貼ったら？このでっかいの。あ、そうだね。うん、それ1枚貼ったらいいんじゃないかな。ちょうど。ハサミを入れます。今はね、プリクラをね、
こうキーホルダーにしてね、あの持ち歩く時代が来たようですね。プリクラもっと撮りたいな。いろんな人撮りたい。そうだね。はい、貼れましたね。貼れたというか挟みました。はい、挟むとこんな感じです。見えるかな。こんな感じ。近い近い近い。あ、いいんじゃない。かわいいじゃん。めっちゃかわいい。これをカバンにつけたりできるということで、これポーズ。うん、こんなの撮ってたんだね、ママの知らないところで。最近の流行りのポーズ、流行りっていうか、シオが知ってるポーズは、これと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 、あー、ハートね。あー、なるほど。あとね、あ、あとこれだ、これ。これもやってる。あと抱っこしてるリミをこうやって。抱っこするの。遠目で見るとこんな感じです。こういう感じ、かわいいね。かわいい、こんな感じでね、かわいいです。はい、いいんじゃないですか。いいじゃん、これかわいいね。めっちゃかわいいこれ。まあでも貼ってないので中身は全然変えられます。その大きさに入れれば、ね、はい、うん、次行きましょう。はい、じゃあ次洋服ね。イオン B で買ったものは、うん、今回1着しか買ってないんですけど、イオン B では。そこではね、そう迷って迷って結局これにね、なりました。こちらです。じゃじゃん。このじゃじゃんのタイミングは分かんなかった。いきます。じゃじゃん。今時のね、ワンピース、秋っぽいワンピース、かわいい。これ本当にセンスで可愛くないですか。かわいい。本当私ピンクが良かったなって思ってたんですけど、ママに説得されて、あ、こっちのもこっちも可愛いか。説得されたっていうより、ママは断然茶色の方が、リミも茶色がいいって言ってて、しほちゃんはピンクがいいって言ってたから、うん、まあいいけどっていう感じで言ったら、しほちゃんが悩み出して、うん、でも最終的にはしほが決めたのでね、ママのせいじゃありません。そうです、しほが決めたんです。そうです。なんか新鮮でしょ。なんかやっぱ茶色の方がママ的には好き。ピンクだ、ピンクよりね。まあピンク好きな人はピンクもいいかもしれないけど、でもなんか大人っぽいのは茶色かなっていう気がしました。じゃあ最後に着てみましょう。はい。でリミちゃんのがもう一つね。リミもあります。はい。シホのもあります。はい。あらら、コロン来ちゃったの。かわいいね。相変わらずコロンはかわいい子や。じゃあ次、イオン A で買ったものを紹介します。はい。でもイオンの中に入っているイングファーストっていうのいつもの店で大好きなお店で買いました。まあなんでイングファーストかっていうと、リミちゃんとお揃いの服を買うから、こっちのねちょっとまだちっちゃいサイズ用もある服、まあ、ただのイングでももうしょうちゃん S とかなら着れます。全然着れるんだけど、まあリミちゃんとお揃いの洋服をね、まだちょっと着ようかっていう時はファーストで買ってます。でもまだ一緒の服でいいでしょ。ウィゴとか行っちゃうとさ、本当にさ、リミとお揃いじゃなくてさ、うんうんうん、しかもウィゴって大人っぽいじゃん、うんうん、学校になんか着ていけないような服なの。そうね、スピンズとか。やっぱね、さすがにしほちゃんもね、学校に着ていくのにちょっと抵抗があるみたいで。そうね、そこはね、なんか目立つそうでやだ。休日中、休日用だから。そうするカミカミなんだけど。そうするとやっぱしほりみがね、一緒の方がねまだいいかなっていうことでね、うん、はい。じゃあイングファーストで買った服も、まあ上1着下1着ずつなんだけどね。はい。まず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 こちらです。じゃじゃん。じゃん、かわいいでしょこれ。かわいいでしょこれ、ほら。ブラウス、こんな感じで、うん、薄いブラウスだね。薄薄、ほら見える顔。襟がなんか変じゃない。こんな感じのブラウスです。うん、いいじゃん。かわいいでしょ、これ。かわいい。かわいいでしょ、でね、うん、これ、少しの。ほら、見てください、これ。スケスケならわかります。わかりますよね。なんか、しほちゃんの好みだね、そういうなんか。かわいくない。めっちゃかわいい。ちょっとスケスケというかね、まあ、春の洋服、まあ、中にね、ちゃんとした長袖着れば、別に重ねて着ても冬も着れるけどね。そうだね、長袖です。で、これもリミノがあります。次にね、これね、中に着るものも買ってきます。あ、そう、
あの中に着るもの買う予定じゃなかったんだけど、はい、まあセールで売ってたのでね、そう同じく中にこれを着たらいいかなと思って、透けるからね、見えるからね、そう買ってきました。はい、安かったよね、それ、うん、これ安かった。いくらだっけ、1000円、うん、安い、1000円、安い、安すぎます。はい、なんで急にごめん。で、次下最後ですね、うん、こちらのスカートです。好きそう、めっちゃ可愛くない？私呼ばれるよ。もうそういうの大好きだね。こうウエストでさ絞れたりする洋服がね、翔ちゃん大好きなんですよね。そうなんです、めっちゃ可愛い、うん、もうこういう服もしろ、なんか学校に着ていくのはちょっと困っちゃう。そうなんだ、やっぱ学校用と、じゃあ学校は T シャツにスカートでしょ。うん、まあそれこそ本当学校は島村とかね、そう、そういうとこで買って、そういうところで買ったりしていいよね。かわいいしろ。そうなんです。で、休日用がすごい、休日用いっぱいあるんだとか、まあ撮影用だよね、しほちゃんたちの場合は。そうだね、うん、撮影の時に着る感じかな。そうなんです。はい、じゃあどうしましょう、着てみますか、せっかくだから。やったー。はーい、じゃあ着てみたいと思います。リブも着ようね。はい、着替えました。はい、白から待ってます。可愛いでしょ。どうですか、ぴったりだね。めっちゃ可愛いし、リムちょっとスカート曲がっちゃったね。なんかちょっとずれちゃったけど、まあしょうがない。で、なんか上をちょっと、じゃあシータ上と出してね、ひもベルトもついてるから、うん、上に出してね、うん、あんまりきつく縛らないんですよ。こうして上に出しても変わるでしょ。そう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 、まあ絞れる、うん、まあどっちの着方でもいいかなっていうこと。まあでも今下スカートにリボンがついてるから、うん、その上下で合わせるなら入れた方がね、うん、かわいいな。はい、こんな感じです。はい、はい、というわけで2着目着替えてみました。どうですかね、かわいいでしょ。こういうのにぴったり、コロンにぴったり、色がね。あ、色がコロンっぽいってことね。よくコロンにした、うん、これでしょ。めっちゃ可愛い、うん、やばいね、可愛くない、可愛い、これならね、リミも、リミあんま肩出しが好きじゃなくてね、リミちゃんがね、あんま今流行ってるこう肩が出てる服着ないんだよね、リミね、あんまりね、だからね、だからこういう感じ、これだったらいいでしょ、リミ。これにジュボンつけ、ジュボン履かない。はい、可愛いですね。はい、こんな感じで、こっちがイオンで、もうさ、イオン B イオン B で買った、イオン B で買ったつけてね。はい、うん、めっちゃ可愛い、うん、いいと思います。はい、というわけで今回はね、イオン A とイオン B で買ってきたものを紹介してみました。それでは、バイバーイ。バイバーイ。プロ回せて、プロも今眠いの、何で返してくれ、シュラシュラ。ただプロは高くて眠いのに、今からベッドに連れてあげるから。ねえ、せっかくそういうさ清掃な服着てるんだろうな、もっとおしとやかにしてくれるかな。ふって。ふだって。グミペア。三時だおやつだ。